らった？フェイトちゃん、ハヤテちゃん。うん、まだ。探索魔法に反応しないってことは、まだ目覚めてないんかな。とにかく、早くあれを見つけなきゃ。もし、インキュナブラがもう誰かの手に渡ってたりしたら、うん、必ず見つけよう、ナノハ。まだ目立った反応はないわけやし、今のうちから深刻に考えすぎてもしゃあないよ。何事も笑顔が一番や。気張ってる時も笑顔で行こうな。うん、ありがとう、ハヤテちゃん。まあその場合回収の方が骨折れそうやけどな。行こう、フェイトちゃん、ハヤテちゃん。お姉様、ごめんなさい。私たちが道を開きます。避難してください。レイジングハート、アクセル、
方より来たれ宿り木の枝、銀月の槍となりて打ち貫け、石化の槍ミストルティン。私たちにも協力させてください。一緒に戦いたいんです。え、あの敵ヒュージって言うんですね。うーん、それは…いいえ、
そうね。ゆゆ。私はナノハって言います。高町ナノハ。ピート・テスタロサ・ハラオーンです。ヤガミ・ハヤテです。いえ。なるほど。ナノハちゃんにフェイトちゃんにハヤテちゃん、よろしくね。よろしくお願いします。リリーさん。あのリリーじゃなくてリリです。一つの柳の木に果物の梨と瑠璃色のリッと書いて一つ柳リリー。わかりました。行きましょう。そうだな。リリ。はい。あら、そう。最初に出会った時からこの子も私たちと一緒にいてたんです。いいですね。お友達というよりリンは家族やな。いいと思う。それならバルディッシュも紹介しないとだね。素敵です。ありがとうございます。いいえ。いいえ。ありがとうございます。ごめんなさい。そうね。でも、いえ。そうですね。わかったわ。
そうね。そうですね。そんな。なるほど。それは。なるほど。そんな。なるほど。私たちの魔法と菜の葉ちゃんたちの魔法、二つの魔法の力があれば、きっと大丈夫だよ。リリさん。うん。いいと思うぞ。そうね。まったく。え？ええ。ありがとうございます。いいえ。リリ？ありがとうございます。
こら。ごきげんよう。ごきげんよう。いいですね、この挨拶。ごきげんよう。あ、ゆゆさん、ごきげんよう。ありがとうございます。なるほど。できるだけ力になりたいな。私の大切な友達だから。フェイトちゃん。いいですね。さすがにな。それは…理解したわ。行きましょう。わかったわ。ここなら敵が襲って来られるのは前後からだけです。ユユさんの背中は私が。でも それはそうね。リリさんの代役は私が。わかったわ。はい。
私は。それなら私も同じです。家族や友達、大切な人たちがいてくれたから今の私があります。友達の中には無茶ばかりするからいつも心配な子もいますけど。そうみたいですね。行くわよ。
わかりました。あかんよ。全力で、あなたを止める。ふんふん。それじゃ、こっちは私とリーンがお相手しましょか。例のヒュージが行さんおるな。よくこの数を集められたもんや。でも、ここで止めなみんなを助けられへん。堪忍してな。いきなりで悪いけど、大技行かせてもらうで。響け終焉の笛。おっと、喜んでる場合やないね。まだ戦いは終わったわけやないんやし。ナノハちゃんやフェイトちゃんにばっかり負担かけるわけにいかへんから、できるだけフォローはさせてもらわんとね。私と一緒にもうしばらく頑張ってな、リン。昔の私は、他の誰にも頼ることができずに、出口の見えない迷路で孤独と戦っていた。自分の行動が間違っていると分かっていても、大切な人のためにただできることをしたくて。インキュナブラもきっと同じなんだ。自分じゃ止まれなくなってしまっているから、ただ闇雲に進むしかない。私は、ナノハに止めてもらった。だから、そこから本当の私を始められた。私も、インキュナブラは放っておけない。絶対にこんな運命は、認めちゃダメなはずだから。行くよ、バルディッシュ。フォトンランサー、ファランクスシフト。シェーシ。心配させてごめんね、レイジングハート。でも、今は無理をしないといけないの。届ける。今度こそ、伝えなきゃいけない気持ちを。ありがとう、レイジングハート。エクセリオンバスター決まってます。目の前に悲しい顔をしている人がいて、
放っておいたらもっと苦しんでしまうかもしれなくて、そんな人に手を差し伸べたいって思うのは何も不思議なことじゃありません。私たちが戦うのは大切な人たちを笑顔にするため。そうだよね、ナノハちゃん。はい、インキュナブラ、あなたの言う通り、戦って得られるものに価値なんてないのかもしれない。だけどそれでも戦わなきゃ守れないものもあるから。たとえ別の世界の人々だって、どこかの誰かにとっては大切な人たちだから。自分のために頑張ってくれる子たちがいる、だから私たちも頑張れるんや。本当に単純なことなの。自分の背中にある大切なものを守るため。私たちの魔法はそのためにあるから。自信を持ってください。レイジングハート。マイ。うわ。リリ、任せてください、お姉様。行くぞ。なるほど。行くわよ。え、いきなり私にですか？はい。重い。でも、これがユユさんたちの込めた魔力。私が失敗させるわけには。タズサさん。大丈夫？はい。行くぞ。まあ。おも。次は私にください。はい。あ、見た目は楽しそうやけども結構きついな。わかってるって。あとは楓さんか。ちょっと下手かもしれんけど、受け取ってな。行きますわよ。
リリセン。はい。一緒にこの戦いを終わらせよう。この温かくて優しい光が、リリさんの魔力なんですね。そして、皆さんの思いを紡いだ力。これが、ノインベルト戦術。うん。無駄になんてできない。絶対に届けなきゃ。力を貸して、レイジングハート。よろしくお願いします。レイジングハートエストレア。本当のあなたは願い事を叶える希望の力。これで目を覚ましてインクナブラ。ノインベルト戦術フィニッシュショット。やー、ごめんなさい。リリ、
行きますわよ。はい。ええ。なんですって？私たち二人は、シュツエンゲルの契約を結びます。これからは、幸せな時も、困難な時も、健やかな時も、やめる時も、お互いを尊重し、慈しみ、支え合うことを誓います。お姉様、それはフーミン。ああ、私を守ってくれてるよ。じゃあ、お互い様かな。うん、これからもずっとお友達でいてね、フェイトちゃん。うん、こちらこそよろしく、ナノハ。今日まで本当にお世話になりました。ありがとう。大丈夫よ。はい、いろいろとありがとうございました。うん。はい。って言いたいとこやけど、そんな簡単には約束できへんな。マジか。リリさんたちもどうかお元気で。おう。楓さんは何年経っても変わらなそうやね。はい、約束です。そうね。うん、そうだな。リリ、いえ。そうね。